ありがちズム。女性自衛官にありがちなことを訓練という名目でいっぱい踏んづけていただきたい。だから痛くありません。どうした、腹が痛いのか。いえ大丈夫です、痛くありませんと言いました。本当超痛いです。どちくしょう、なんで訓練の日にこんな女の子の日が来るわけ。でも女は私一人しかいないし、こういうのって言いづらいんだよな。でもそろそろナプキン変えたいし、汚したくないし、そしてまた痛みが強くなってきてるし、後で行かないと。ガチコ本当に大丈夫なのか。休憩時に急いでトイレに行ってきます。やっぱり腹痛いんかい、無理するな、行ってこい。ありがとうございます、行ってきます。多分生理だろうからな、無理させないようにしよう。訓練中に生理が来た時は体調も行動も大変でありがち、上官の鏡であります。さてアイロンがけ終わった、身だしなみはきちっとしておかないとね。って、おわ、指の上に虫が、虫、ブリ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 、気持ち悪。はあ、違った、私の指毛ちゃん、もう私ったら。って、マジで自ら見間違えてしまうほどの指毛が生えているということでしょ。それはそれでギャッ早く処理しないと。っていうかまあそうだよね、最近忙しくて全然無駄毛処理できてなかったからな。脇毛もこんな風に生えてるし、ボン、たわしみたいになってる。はあ、今度外出の日あるし、それまでに剃っておかないと。忙しい時は処理ができないため、無駄毛が生えてしまいがち。お金を貯めて脱毛に行けばいいと思います。あ、そういえば今度同僚と行くレストランの予約しておかないと。ペレペレペレ。あ、もしもし、予約したいのですが。では希望日とお時間をお願いします。お客様、1830でお願いしま、1830、お客様もう一度お願いしてもよろしいですか。あ、しまった、自衛官を出さないように出さないようにと思えば思うほどより濃厚に自衛官言葉が出てしまった。普通に18時30分って言うだけなのに、なんでことに苦労しなきゃいけないのよ。お客様、すべてお口に出ておりますが、自衛官を出さないようにしても時間を有罪に出てしまいがち。ということは自己発電のことを0721と言うんですね。ダハガチコ、今日の外出分かってるわね。もちろん、なぜなら今日は合コン。いや、今日のために血と汗と涙を流しながらスキンケア頑張ってきたんだから。そのプルプルの肌には血と汗と涙が染み込んどるんかい。違うわよ、化粧水。あっとら、そんなこと例えじゃ。よし、お互いにメイクもバッチリだね。さ、女の戦場へ、いざ行かん。行かん。いや、にしても本当に努力を無駄にしないようにしよう。だって予約するときにめっちゃ自衛官出しちゃったからな。合コンの最中も出さないように気をつけないと。合コンへは戦場に行くほどの気合を入れていきがち。成功するといいですね。さーて、今日も頑張るか。なんだ、誰かとすれ違っ、なんだこのフローラルな香りは。自衛官生活の中でこんな香りはめったに香れないぞ。誰だ、誰なんだ。君は。あ、先輩、お疲れ様です。どちらさん。ガチコです。ガチコか。ガチコ。そうですよ先輩、気づかないなんてひどいです。あ、ごめん、日頃迷彩柄の格好しか見ないから。まあ確かにそうですけど。その格好ということは外出の日。そうですよ、目いっぱいおしゃれしたんです。そうだったんだね、すごく可愛いと思うよ。そうですか。まあ褒めてくれたし、気づかなかったことは許してあげますよ。はあ、アリオ先輩、どうしたんですか。あ、いや、なんでもない。じゃあ気をつけて行ってきてね。じゃあね。先輩。あ、ガチコなんだよ、超可愛いじゃねえか。次迷彩柄の姿を見たとしても絶対あの姿が脳裏をよぎってしまうじゃねえか。にしても可愛かったな。外出日は見違えるほどおしゃれをして街に繰り出しがち。程よい筋肉に素晴らしいライン抱かせてください。痛くありません。あ、そういえば先輩って確か自衛官同士で付き合ってるんだっけ。先輩、彼氏さんとはどんな感じなんですか。こらガチコ、そんなプライベートなことを聞くんじゃない。すみません。そんなくだらないことを俺に質問する前にまず話しておかなきゃならないことがあるだろう。話しておかなければならないことと言いますと。お前も最近彼氏ができたと聞いたが。私ですか。はい、確かに。なぜ俺に言わない。はい、なぜ俺に言わない。俺とお前の中だろ、なぜ俺に真っ先に報告をしないんだガチコ。いや、そっち。報告してませんでしたっけ。すみませんでした。やば、先輩めちゃ怒らせちゃった。ていうか先輩、そこ気になってたんだ。可愛いところもあるんですね、一人称俺だけど。女性でも一人称が俺になっている人がいがち。こういう人って夜の営み中も俺なんですか。痛くありません。ねえ、もうさっきもう言ってるからさ、もしかしたらみらったらばるいんがめちゃまらかまらってやるや。あの先輩ね、自分の恋愛のことは言わないくせに他人の恋愛のことはよく気にするよね。やばかったんか今ので。私結構適当に喋ったと思うねんけど。何年の付き合いだと思ってんのよ。いや、付き合いの長さとか関係ねえ、これはもうマントラ。あ、ガチコ、噂をすればあそこ先輩と彼氏がいるよ。お疲れ様です。バカ、静かにしなさいあんた。あ、ごめん、反射的にやっちゃった。ほら、あそこよ。ほい。ねえ、私今度パンケーキ食べに行きたくって、一緒に行かない。かいい。パンケーキか、いいね、行こっか。やった。でね、その後行きたいホテルがあるんだけど、どうかな。おいおい、こんなところでそんな話しちゃ。誰あれ。だから先輩だって気持ちはわかるけど、同じ自衛官の彼氏の前ではぶりっ子になりがち。そしてプレイの時も私って言うんでしょうね。
ようかちこ、お疲れ。あ、先輩、お疲れ様です。今日も可愛いな。ちょっと、先輩やめてくださいよ。いいじゃないか、誰も見てないんだし、付き合ってるんだし。もう、そう、私がお付き合いしているのはアリオ先輩です。かぁ、今日は日差しが強いな。あっつー。今日はこんがりと焼けてしまいそうだね。先輩、日焼け止めされてますか？もしなければ、後でお貸ししますよ。あ、ありがとう。気が利くな。今日も重整備で手が油まみれだわ。先輩、これで拭いてください。ああ、ありがとう。あと、油で手が荒れるので、ハンドクリームもそのまま塗ってください。ありがとうな。いや、さすが女子、助かる。肌への気遣いが半端じゃないな。それに、え？手が荒れてたら、触れてもらうときに痛かったりするじゃないですか。だからしっかり手入れしてくださいね。これでいいか？気持ちは嬉しいですけど、ハンドクリーム弁償してくださいね。日焼け止めやハンドクリームなど、スキンケアは大事にしていがち。そこがお付き合いしていたんですね。確認よし。やばい、漏れちゃいそう。というわけで、用を足すときはなるべく舞台から離れないと。あった、仮設トイレ。じゃあ、気分爽快でございます。さーて、舞台に戻る。え、外に誰かいる。次の予定は？はい、次は。うわ、あれ、別の舞台やないかい。ということは、ここ別エリア。トイレに目がくらんで舞台から離れすぎちゃった。どうしよう、私出れないよ。ブツは出たんですけどね。へへ、言うとる場合か。用を足すときに舞台から離れすぎて別のエリアまで行ってしまいがち。すみません、では済まないんですか？やったー、今日は実家に帰れる。お父さんとお母さんに久しぶりに会えるな。実家にて。ただいま、お父さん、お母さん。お帰りなさい、ガチコ。早速ご飯できてるわよ。やったー、久しぶりのお母さんのご飯、食べる食べる。おい、ガチコ。ガチコ。何？誰も取らないから、そんなバキみたいに食わなくていいぞ。ごめんなさい、いつもの癖でつい。あとお父さんバキ読んでるんだ。まったく、もうゆっくり食うんだ。お母さんも読んどるんかい。列買いよう。いつもの癖で超早食いで食事を平らげてしまいがち。じゃあ食べた後はデザートだ。ガチコ、いい人は見つかった？いい人？実は今お付き合いしている人がいて、アリオ先輩っていうの。あら、いい人がいるのね。結婚の連絡が楽しみだわ。ちょっとやめてよ、お母さん。まだそこまで話進んでないし。ガチコ。お父さん。私たちのことは気にしなくていいから、自分の人生を進みなさい。お父さん。ガチコがいい人に巡り会えたなら、私は一向に構わん。どんだけバキ好きやねん、お父さん。ありがとう。あら、お父さんたら。ほんと優しいのな。いや、お母さんもめっちゃバキ好きやな、おい。男性が多い職業のため、親は結婚の心配をあまりしないがち。ガチコ近々、結婚！ハンのバキ復活みたいに言うな。なあなあ、ガチコちゃんって超可愛いよな。てん、聞き捨てならん。男に負けず張り切ってるし、頑張り屋さんでいい子だよな。まずい、こいつらガチコのことを狙っている。でも付き合ってるってことはあんまり言わない方がいいと思うし、ここは一つ。わかるぜ、お前ら。ガチコちゃんって仕事中以外でも気が利くし、素敵な女性だよな。この前も俺、ガチコからハンドクリーム借りたってさ、なんかガチコの手と同じ匂いが自分の手からするって考えると、ドキドキしちゃったよ。お前、抜け駆けは許さないぞ。そうだぞ。ただでさえ俺たちは出会いが少ないってのに。知らねえよ、そんなことは。まあ、抜け駆けというか付き合っちゃってるんですけどね。同僚よ、ごめん。あ、ガチコだ。あ、アリオ先輩。ちょっとからかっちゃおっと。おい、今ガチコちゃん投げキスしたよな。俺にか。ちげえよ、俺だよ。いや、俺だって。違う俺だよ。女性自衛官を狙う恋愛争奪戦が勃発しちゃいがち。僕も混ぜてください。これ運べ。はい、わかりました。重い、大きい。でも運ぶ。なぜなら女とか関係ないから。おりゃ。おー、気合入ってるな、ガチコ。別の日。重いわね。おばあさん大丈夫ですか？お持ちしますよ。あら、優しいわね。ありがとう。いえいえ、ほいっと。そんな軽々と、これ結構重いと思うんやけど、若さっていいわね。人助けした後ってなんか気持ちがいいよね。よし、行くぞ。せーの。ダメっす、先輩。この冷蔵庫重いっすよ。手伝いましょうか？いや、手伝いましょうかって。いやいや、女性にお願いするわけには。はい、行きますよ。ちょっと。せーの。はいっと。軽々と。いやー、人助けっていいな。駐屯地以外で重い荷物を持つと驚かれがち。高校のご飯みたいになっとる。というわけで、今回も楽しんでいただけましたでしょうか？よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。